下部長長とと合併し、しし新・美の部長が発足したた。ことによって消滅した古代の律令政下では、駒軍、河合郷に属していたと考えられている。平安時代後期には、海、源氏の一族が、甲府盆地の各地に土着して、勢力を持つが、八日市場には、海、源氏の始祖である、源義光を開祖する大正寺がある。河内地方には、 南部市の一族が進出するが、町域に勢力が及んだ会、現時の一族は確認されていない。南北朝時代の建国2年10月15日付け、渋谷重門譲る書によれば、西島は、薩摩国に裏院を漁師入り金氏と外となる、渋谷重門が漁まで渋谷領であった。戦国時代には、南部市に代わり外い主 武田氏の一族である穴山氏が進出し、穴山氏は、海の有力国衆として、武田氏と敵対していたが、やがて、武田氏に服従した。天正10年3月に、武田氏が滅亡すると、海、信濃の武田医療をめぐり、天正神後の乱が起こる。穴山氏や武田一心は、徳川家康の帰化に属し、相模国の後北条氏と争った。 徳川家臣の岡部正綱は、駿河から海へ入ると、町域の寺沢に、菅沼城を築城させたという。海一国が家康の支配下に収まると、菅沼城は下山間に変わり、河内地方の支配拠点となるが、家康の関東移法により城は破却された。近世には20家村が成立し、18家村が、駒郡西川治療に属し、下田原村と、 宮城村は、八代郡東、河内領に属した。はじめ全村が、幕府直轄領で、宝永元年には、下田原と宮城を除く十八家村が、甲府藩領となる。享保九年には、下一国の幕僚化に伴い、全村が再び幕僚となり、上井田大官支配となる。上井田大官所の廃止後は、甲府大官の安津支配を経て、完成六年には、 一川大貫支配となる。町域は山間部で高地面積がわずかであるため、林業や焼き畑、狩猟、生死原料となる三股の栽培など山の資源を利用した生業が成立する。西島は紙すき職人が多く、西島和紙と呼ばれる和紙を生産している。また、藤川沿いには青柳菓子に属した霧石菓子、妖怪千葉菓子や、 黒沢菓子に属した下田原菓子などの藤川周雲に関わる菓子があり、都選に携わる者もいた。藤川沿いには、甲斐、駿河を結ぶ寸州王冠が通り、沿道は宿場や町場として発展した。ありがとうございます。